今シーズンは残念ながらあと一歩で日本一に届きませんでした。ただみんなで力を合わせてリーグ優勝することができました。そのお祝いにこのように素晴らしいパレードを開催していただきまして本当に感謝しています。札幌市の皆さん、そしてご尽力いただきました実行委員会の皆さん、そして家族であるファンの皆さん、本当にありがとうございました。